バーブはイギリス国内のテレビ視聴動向を調査、分析し、視聴者数データを公表する機関。日本における株式会社ビデオリサーチの担う役割に類似する。イギリス最大の民間テレビ局 ITV の視聴者数を集計していたジクターと公共放送局 BBC の社内視聴調査部門が担っていた機能を集約する形で1981年に アーブが設立された現在は BBC、ITV、チャンネル4、チャンネル5、スカイ UK の5局とメディア、広告業界団体、IPA の共同出資によって運営されている。視聴者数の集計対象はイギリス国内で視聴できるテレビ番組である。イギリスのテレビ局だけでなく外資系も含まれる。ただし、ネットフリックスに代表される。 オンデマンド配信専業の視聴アクセス数は随時公表しておらず、調査レポート内で言及するに止まっている。これらの数字をテレビ番組別に集計し、公式サイト上で随時公表している。また同サイト上では、週間、月間視聴者数トップ10などの指標をテレビ局別や番組ジャンル別に検索することもできる。集計機器とソフトウェアを使い、 調査パネルと呼ばれる調査参加世帯のテレビ、視聴状況を集計している。調査パネルを母集団とし、イギリス全土に拡大推計する方法で、テレビ番組の視聴数を算出している。調査パネルは、現在、全英5100世帯。2016年の国勢調査によると、イギリス総人口は6564万8100人と推計されることから、バーブの 調査パネル1名で5000人以上の視聴傾向を拡大推計している計算になる。バーブは一部業務を3社に外部委託している。RSMB 社は視聴者調査アンケートの設計、アンケート内容の品質管理と集計手法の適正化を担当している。RSMB が設計した調査アンケートに基づき、イプソス、森社が継続的に視聴世帯動向の変化を調査する。 世帯年収、年齢、居住地域、市長端末などの属性割合がイギリス全体の平均値に近づくよう調査結果に基づいてバーブの調査パネル5100世帯の構成を適正化させている。カンターメディア社は調査パネルに選定された世帯への集計機器の設置業務を担っている。当初は集計機器はテレビの上に設置されていたが近年は パソコンやタブレット端末への集計ソフトウェアのインストールも行っている。テレビ用集計機器には専用リモコンが付属し、4歳以上の世帯内の家族全員にリモコンのボタンがそれぞれ割り当てられている。視聴開始、終了時に視聴者が自分のボタンを押すことで、誰がどの番組を視聴しているのか補足できる仕組みとなっている。視聴データが各世帯で記録されてから、 カンターメディア側に送信されるまで15秒を要し、リアルタイムの視聴数集計は1分単位で行われている。深夜2時に前日の全番組データを集計し、拡大推計して午前9時半に同日視聴者数を公表している。テレビ局や広告代理店がバーブの公表値を参照し、コマーシャルの効果などのトレンド分析に利用している。また番組視聴者数に応じて、 広告代理店からテレビ局に広告料が支払われることからテレビ局の収益にバーブの公表値は大きな意味を持つ。ITV のデジタル視聴率推移テレビ番組のオンライン視聴が普及するに伴い伝統的なテレビ端末での視聴者数が減少した。フィナンシャルタイムズは2015年テレビ局も広告主もオンライン視聴を開案した包括的な 視聴者数データがないと不満を募らせていると報じた。バーブの代表を務めるジャスティン・サンプソンもオンデマンド配信、BBCiPlayer の視聴数がわからない、iPad で視聴している人数を補足する解決策はあるが完全に実用化できていないと2014年時点で認めている。ありがとうございます。